吟味法は、江戸の町奉行所の役職の一つ。出入り筋、吟味筋を問わず、裁判を担当する駅務で、容疑者の取り調べも行う。宣言方とも、人数は、よりき十期、同心二十人。また、よりき十期は、翻訳四期、序四期、見習い二期となっていた。出入り筋では、審理や進む会を、吟味筋では、審理を行い容疑者が自白をしないときには、 拷問を申請して、自ら牢屋式に出かけて宣議することもあった。有能な人物が任命され、厳密には、定員はなく、8人の時や4人ということもあり、文政3年には、南北部行所で、それぞれ吟味方、より木のな,なき、同心12人であった。経験を積んだ者は、犯人から巧みに自白を引き出した。特殊な専門知識が求められる、 裁判業務に携わることから、銀味法を務めるより木の家柄は、次第に固定化される傾向にあり、多くは10代から、時には10代前半頃から、見習いとして町奉行所に出資し、親が隠居、退任すれば、後を継ぎ、その後も引き続き銀味法を務めた。当初は、銀味方の文章は確立されておらず、超奉行付きの家臣である、内より木のうち、 目安方と呼ばれる4名が裁判業務を取り扱っていた。目安方ないより行きが裁判業務では重要な役割を担っていたため、大岡忠助は町奉行に就任したとき、前任奉行の松野助議に目安方の小林肝蔵を譲ってもらうよう構成した。町奉行の業務の範囲は、基本的には江戸の町、町人に関するものであるが、支配地と多量多支配との関連事件や、 江戸町方との関連事件、資料からの吟味願いを老中を通じて過フされるなど、武士に対する吟味を命ぜられることが多かった。刑罰については、町奉行及び縁国奉行は先決できる権限があり、これを手元と言った。江戸の町奉行の手元は、中追法以下までで、それ以上の刑罰を科すには老中への伺いが必要であった。被告人が武家の家来の場合は、安永2年からは、 9度しかりまでが手源で、押し込め以上は、伺いが必要となった。裁判の行われる場所は、シラスと言った。部業が出席するのは、初回のシラスと最後の判決の申し渡しの時のみで、その間の取り調べは、銀味法が行った。長部業は、初心で銀味法よりきが用意しておいた、尋問事項を見ながら尋問し、 判決申し渡しの時も用意された判決文を読み上げるだけだった。しかし、重要な事件では奉行は吟味状の背後にある屏風の影から聞き耳を立て、裁判の様子を伺うこともあった。なお、裁判に携わる放送官僚としては、町奉行所の吟味法の他に、表情書の表情書と名約や、自社奉行所の吟味物懲役、京都庁奉行所のくじ方などがいる。 民事訴訟担当であるデイリス筋では、江戸の町人、自社料の町、自社門前及び、境内借地の者、旗本矢後家人、そして初代名家の家来の訴えを受理して、裁判を行った。デイリス筋は主に、金くじと本くじに分かれる。金くじは、借金銀、売掛金などの利息費、無担保の金銭債権に関する給付請求で、 本くじはそれ以外の出入物の総称である。不法、傷つけ、誘因、密通などの過罰的事案が、米イビスで審議される場合も、本くじとなる。借家人が他の町に居住する、借家人に訴訟を起こす場合を例にとると、まず訴訟人は、家主と5人組に訴訟理由を述べて、承諾を得てから、被告側の家主に訴訟理由を告げる。被告側の家主は、 被告とそのものの属する5人組とともにまず示断を推奨する。承知しなかった場合は、裁判中は旅行などはさせない旨を制約した預かり証を訴訟人に提出。訴訟人側の家主は預かり証と目安を名主に提出。訴訟人側の名主は訴訟人と家主を呼び出し、示断を進めるが、承諾しなければ被告側の名主に通知する。 被告側の名主もまた、家主と被告を呼び出し時段を進めるが、これにも承諾しなければ訴訟人側の名主にその旨を通知する。この段階で訴訟人側の名主は目安に多く記して、家主に渡し、家主は訴訟人とともに、月番の奉行所に訴訟内容であるくじ名を記載した目安を提出。受け付けた係の役人は、目安の形式、内容などに違法がないか調べ、 正式の目安を提出する。長部業所は、この目安に、被告側が何日に部業所へ出頭するべきかなどを、裏書きし、かしるして訴訟人に渡す。禁句時の場合には、本目安に、債務弁債ないし和解を勧告する文言が裏書きに加えられる。裏書きをされた目安は、訴訟人が被告に送り、被告は受領書を訴訟人に渡し、出頭するよう指定された日より前に、 目安と返答勝負業所に提出しなければならない。ここで、目安の受領を拒否した被告はところ払いに処せられた。サビには訴訟人、被告、双方の家主などが、腰掛けで待ち、呼び出しを受けてからシラスに入る。初回の吟味は、初手対決、初対決、初試科目事後、一通吟味などと言い,い、大まかな取り調べだけで済まされる。二回目以降になり、 銀味法より機による本格的な銀味となる。なお、ベイビスジであっても、関係者に犯罪の権威がある場合や、証拠提出、債務弁債の強制執行などのために入浪させることがあった。訴訟代理は、本人の親族、奉公人などにしか許されなかったが、くじやの主人、下代が、サテ天人として、当事者と共に出廷し、訴訟の補佐をすることは認められていた。 銀味方よりきの審理が終わると、口書きが作成され、礼奏方は判決の履礼を探して提出し、超奉行はこれらに基づいて、双方に判決が言い渡される。判決に対し、原告、被告双方は、最強化証文に連書し、奉行所に提出。訴訟人は、目安と返答書を継ぎ合わせたものを受け取り、他に裏書きに過半した役所があればそれらを巡歴して、 人形を消してもらい、初判の奉行所に収めて、訴訟は終了となる。訴訟費用は、両当事者がそれぞれ負担した。なお、上訴の制度はなく、再去に従わない者は、中追法に処せられた。幕府の側では、内裁を強く奨励しているため、上記のように訴訟を起こす前に、家主や名主が何度も内裁を進め、サビの前や審議が始まった後であっても双方の、 間で和解が成立すれば、いつでも訴訟を取り下げることはできた。様々に進む会の手を尽くして、渡る塾団部長たる時はというように、内裁を第一とする方針で、特に金寺は訴訟人のみの申し立てだけでも内裁が認められていた。内裁の可能性があるうちは何度も日の辺願いを出すことが許され、特に金寺に関しては裁判の解決期限が、 半年という規定が適用されなかった。裁判上の内裁は、和解案を記載し、両当事者が連院した住口証文を、奉行所に提出、承認の手続きを経ることで採挙と同様の効力が与えられる。住口聞き届けは、奉行が知らすで申し渡し、採挙と同様に、裏書き消印の手続きも必要とされた。裁判役人による内裁の奨励は、 明治時代以後も、寛解、朝廷の制度に受け継がれた。当時の刑事裁判は、検察官に相当する官職はなく、裁判役所である、長部行所が捜査、審理をして、被疑者の罪状を追及、判決を下すところまで行った。弁護人の制度もなく、被疑者の弁護権も認められていなかった。デイリスジで、密通のような過罰的事案が取り上げられることや、 ベイリ筋で始まった裁判が役所の判断で銀未筋に切り替えられることもあった。さらに、ベイリ筋で刑事的強制がなされ判決で刑罰が科されることや差し紙と呼ばれる召喚状を出して奉行所への出頭を被疑者に命じて銀未筋が開始される場合もあった。なお、明治三年五月に行部省が定めた刑事訴訟手続きは裁判役所が捜査、審理、 処罰をするという江戸時代の銀味筋の手続きをほぼ踏襲した旧門主義的なものであった。銀味筋に関わる役人は銀味法の他にも容疑者を逮捕する回り方、牢屋敷へ収監するための書類を整える、当て付け、過去の判例を調べる例相方などがあった。刑事事件の取り調べは、呼び出した場合にせよ、捕獲して連れてきたにせよ、その町の自身場みで、 一通り聴取をした。回り方の同心が巡回中に逮捕した不審者は、一番近い場所にある、自身番屋に連れて行って取り調べた。そこで、町内預かりにするか、放免するか、牢屋へ送るかを決める。牢屋式に送ることを、送りと言い、送りと決まった権議者は大番屋という、自身番屋の中でも留置場の設備のある、大きな番屋へと連行された。この場合、 回り方同心付きの小物が縄を取り、長役人付き添いで送られた。小泥棒であっても、大勢の者と掛か,かり合いがありそうな場合も、他人数を取り調べることができる、大番屋送りとされた。天馬町の老屋敷に収監するためには、入浪証門が必要であった。証門を発行してもらうため、回り方は、容疑者を大番屋へ預けておき、たとえ、夜であっても、町奉行所に戻り、 必要書類を、用部屋手付同心に提出する。この書類は、銀未法に回され、それを、銀未法が確認した上で、ご用部屋で書かれた、入浪証文を当番法へ渡す。その書類が、牢屋奉行の石で縦脇に提出された。入浪証文がなければ、牢屋式の方では決して受け付けず、一連の手続きには、どうしても一日はかかるため、その間は留置する設備のある大番屋に、 容疑者を置く必要があった。入浪証文は、町奉行の名義で発行される公文書で、拙者組同心だれ、市中見回りの不死、開示記者と認め、飯穂きたり騒浪、一通り取り調べ子どころ、在下儀式公につけ、仮に入浪猿フという定型文で書かれていた。入浪証文が、石で縦脇に提出されると、大番屋に預けられた容疑者を、 町役人と同心付きの小物が、牢屋式まで連れて行く。ここで、銀味法より気が一通り調べて、放免するか刑事被告人にするかを決めるが、ここで許されることは、ほとんどなかった。投獄と決まった場合は、入牢証文が変わり、牢屋の帳面には何何、何年何月何日、か、入牢、何年何月何日か再入牢と書かれた。最初に入牢する段階では権利だったものが、 再入浪の際には刑事被告人扱いとなり、これで予備審問集結となった。取り物で犯人を捕らえた時は町奉行から入浪証文をもらって天馬町の牢屋敷に送られるが、これは奉行から取り物出役の命令があったなどの特別な場合であった。長奉行のしらすは3つに仕切られて上の間に奉行、 中の間に銀味法より木が座りその側には柿役が二人、他にもより木が二人控えていた。砂利が敷かれた下の間では、同心や小物が警護に当たり、容疑者は砂利の上に引き出されたが、身分のある武士や僧侶が容疑者であれば、縁側に座らされた。武行が出席するシラスと違い、銀味方より木が取り調べをするのは、シラスより狭い銀味場で、 大体容疑者と一対一で行われた。銀味場は、畳敷きの上段と板の間の下べり、その一段下には、砂利が敷かれた三段の構造だった。銀味方結城は、畳敷きの上段にいて、容疑者は下段の砂利の上にむしろを敷いて座らされる。重罪であれば、よりき二人で調べることもあった。場数を踏んだ、常習犯が相手だと、審問の合間に、隙が生じれば、 恐れながら、恐れながら、と、ヘリクツを並べ立てて、銀味が進まなくなる。銀味方よりきは、相手が何を言おうと構わず、はじめは静かに、徐々に早くなって、さあさあさあと、嘘をつく余裕も行きつく間も与えず攻め立てることが、上手とされ、シラスに引き据え、五場所もわきまえず、ふらちしごく、さあさあ何事も優待に申し立て、恐れ入れいと一括して一挙に畳み込んだ。 そのため、割り込んで尋問を中断してしまってはいけないので、奉行は口を挟まないようにしており、何か質問があれば、吟味法よりきに行って、吟味法よりきが改めて容疑者に聞くという手順になっていた。吟味は、被疑者の自白による犯罪事実の認定に主眼が置かれる。証拠が明白であっても、本人の自白がなければ、拷問によって自白を引き出すことになった。しかし、 被疑者をうまく誘導して自白させるのが、銀味法の手腕であって、拷問をすることは、手際が悪いとされた。取り調べは、銀味法より木の方で行い、口書き、爪印を済ませ、霊双方が、過去の類例を探し、妖部当て付け同心が、起立し、申し渡し書も用意した。議立は、主に裁判の先例集である、くじ方を定め書き作成の下官を元にして行われた。 本来、お定め書きは三部業と京都書次第、大阪城代のみが閲覧できるものとされていたが、裁判実務に携わる銀味方よりきや、表情書と名役も上司である部業から借用し、閲覧することができた。尋問に際して、銀味方よりきは、相当に乱暴かつ強圧的な態度で臨んだらしく、佐久間長隆、原種明兄弟の父の佐久間健三郎は、鬼とあだなされ、 その審問は、残酷でケンザブ三郎の大音声は、王冠の通行人の耳を、とむさくことがあったという。証拠が明白でありながら、自白をしない容疑者に対しては、拷問がなされる。拷問を行っても自白をさせるべきとされた罪は、教法7年に町奉行、大岡忠介により、殺人、放火、盗賊の三種が、原文5年に、水野勝彦により、石書破り、 はかりごとかきはかりごと番を加えたご主とされた。これは、くじ方を定めがき下官第83条に記載されており、上記以外の場合に拷問を適用する場合は、表情書一座の表記を必要とした。なお、審理中に資材に該当するような犯罪を犯していたことが発覚した場合も、拷問が行われた。下戸田、石垣エビゼメ釣りゼメの4種類があり、 このうち拷問にあたるのは釣り攻めのみで、残る三つは楼門、石門と呼ばれ拷問とは区別されていた。下田と石垣は詮索書で、エビ攻めと釣り攻めは拷問像で行われた。詮索書は、牢屋敷内にあり、八条寺木二軒と八条間の銀未石六条間の同心物書き書があった。拷問像も牢内にあり、二つぼが、 畳敷きの座敷で残り三坪はシラスだった。漏問は町奉行の権限で実施できたが、拷問を行うには、老中の許可が必要だった。エビ攻めは、下戸田や石崎が行われた後、数日明けて、体が回復した後に行われねばならなかった。なお、拷問はあくまで証拠が明白であるのに自白がない、ために行われるもので、 最初からもし誤って死んでもと覚悟して取りかかるため、拷問中に死んでも、過失や故意でない限り責任は問われなかった。また、拷問にかけられても自白に及ばない場合は、老中に上申して許可を得た上で処刑をした。この処置を殺と詰めと言った。拷問には、銀味法より行きと、書物役を務める配下の2、3人の同心の他にも、複数の役人が立ち会った。 他に奉行が出席することもあるが、臨場はせず、陰で拷問の様子を聞いた。留め付けや、小人め付けが立ち会うようになったのは、大岡が町奉行であった、教法三年と、島義政の在任中の延教二年に、老中より沙汰があったため、以後は、銀味法より木一人での取り調べはせず、必ず目付け方を臨席させるようにと決められてからで、ある。銀方よりと、めつけは、 杉上下と脇差しを帯びて背後に刀を置き、おこびとめ付けは羽織馬鹿まで背後に刀を置く。囚人は白衣に手鎖をかけられて引き出され、旗本格の死、格式ある神官僧侶であれば、銀味より木と同馬に、その他の死分、平ら官僧侶は縁側に、足軽や平民は、囚人台と呼ばれるむしろ式の叩きの間に、座らせられる。警護のため、大役は、 囚人の左右に付き添うが、囚人が叩きの間にいる場合は打役は縁側に控えた。銀味方より気がどうしても自白しない場合は拷問する旨を、はじめは丁寧に告げ、白状しなければ五気を荒らげて叱責する。それでも自白しない場合に、立ち会いの役人たちにも拷問すべきかと聞いてから、依存がなければ縁下へ下ろして拷問にかけることになる。 吟味方結きは、尋問事項を事前に書類にして用意し、それに基づいて尋問し、時間制限をせず、白状するまで続けられた。吟味の結果、判決を下す段階を、吟味詰めといい、吟味なじりの口書きを作成する。口書きは、被疑者が刑事責任を承認する旨を記した証文で、これを役人が読み聞かせて、意義がなければ、詰め印を押させる。なお、 口書きは、農民、町人に対してのもので、武士や官主の場合は、工場書といい、武士には、書き判もさせた。もし、牢内で、容疑者が死亡しても、口書き、詰め印が済んでいればそのものの罪とがと生きていれば、何の刑に処すと書かれた申し渡し書きが作られる。口書き、詰め印をする前に死亡した場合は、申し渡し書きは書かれなかった。死罪以上と決まったものについては、 少々すべて添えて老中に差し出す。老中が刑が適当と認めれば、将軍に上申し、印をいただいて刑が確定するが、納得しなければ、再吟味の札をつけて、武行へ返す。その場合は、尋問のやり直しとなった。口書き、詰め印が済み、刑が確定すれば、申し渡しが行われる。これを、落着という、円筒以下の刑は、 武行自身がシラスへ出て申し渡す。武行の判決の際は、組より木、目安方などが売席し、突砂同心二人がシラスを警備した。目付立合いの吟味であれば、止め付けか、小人目付けが売席した。死刑は、相手が庶民であれば、牢屋敷の構内でより木が、罪を犯したことは不届きであるから、死罪を仰せつけるというように申し渡した。軽い刑であれば不届きではなく、 不拉致といい、無罪であれば、構えむと申し渡す。処刑と決まった場合でも、その根拠となった法令を引用して、告げることはなかった。武行は、申し渡しの際に、証文いたすべき胸を付け加える。この証文は、落着受け証文といい、犯罪の事実を書き、これに対して課せられた刑罰を受ける、胸の証文で、武行者の役人が作って読み聞かせ、応印、詰印、 または、柿杯させ、これに名主、家主、親族の者も,も連番した。処刑は、判決の言い渡しのあった直後に執行される。残首刑は、牢屋式内の刑場で実施された。執行後、立ち会った役人がその旨を武行に報告し、武行は、それが、仕置きうかがいをした事件であることを老中に届け出る。 同役の奉行にも一件記録を送付することで一連の裁判手続きは終了する。審理の促進を目的として容疑者を未決集として牢屋式に拘束する期間は、強放期以降は最長で入牢してから半年間と定められ、解決しない場合は6ヶ月届を牢中に提出する。ただし、遠投の場合は囚人を送る船が出る時期まで牢屋に留め置かれた。 吟味仏とも言う。エビー三田村縁魚著、鳥物の話縁魚江戸文庫1410から413ページ。その手紙の中に、作長より、訴訟参り行う。所持応募つかなくばかりに、ご座行う。ご察し下されべく行う。目安方の儀、超も早く相引き取り申したくとある。硬貨二年には、足軽以下のものは、中追法以下は、手元とし、 翌日までに届けることとなった。これを内調という。表情書から出役した表情書と名役が務めた。売掛金出入、容紙体段異変出入、理不尽出入などのように請求の内容を法的に定型化した表題のこと。これを目安ただし、または訴状ただし、出入りただしという。ここで記載内容に不備が見つかれば訂正を命じる。 佐久間永田課長高町、江戸町奉行寺関門堂、これを、片隅口という、町奉行の公用人がいる部屋、現代の官房に相当、同心は上には上がれず下の間に控えなければならないため、土砂同心という別称で呼ばれた。ABCD、岡本起動機器垣より、休字指紋録、江戸文化4巻8号。ABCDEFG 佐久間永田課長高町、 拷問実期より、釣り攻めと同様に拷問像で行われたことなどから、エビ攻めを赤門ではなく、拷問とする説もある。母院に相当。当初は十ヶ月。江戸は、春秋の二回。ありがとうございます。